皆さんどうもおはようございます。わあ、今日のフロックは早いですね。始まるのは今日はいろいろやることがありますので一緒に行きましょう。今日やることはほとんど嫁が頼まれたものですけど、例えばこのランドリー、クリーニング、あとはこの車のガソリンも入れないといけないし、まあやること決まってるんですけど、やる順番は決まってないんですね。ちなみに今日は曇りですよ。全然晴れてないですね。まあでも雨が降っても車で行きますから問題ないですね。はい、やることの順番が決まりました。まずやっぱりガソリン入れようかな。ガソリン入れてから次のことしましょう。まずガススタンドです。はい、ガソリン入れてきました。満タンです。で次はホームセンター行って何だろうそれ、コンセントコードを買いに行きます。なんだですけど、どうしようかな。やっと車が1台出ました。このホームセンターですけどね、そのコンセントのコードを買うだけなのに。よし、止めました。降りましょう。これですよ。はい、買いました。今どうしようかな。クリーニングかな、ランドリーですね。今ですね、ちょうど仕事が私実は2つあって、この間の動画でお話しさせていただいたんですけど、そのビジネスサポートシステム、日本の会社をサポートしてるんですね、簡単な仕事を。でその仕事の一つは今週は始まってるんですけど、もう一つはまだ来週ですから、今週はまあまあ時間あるかな、外に出るのに。なのでいろいろやらないといけないことを今週中にやってしまわないと、来週は多分出かけれないと思いますけど、まあ、危なかった。はい、クリーニングに着きました。ここです。それを出しましょう。よし、あとは今からこれです。これまアップルのマジックマウスですけど、買ってから全然使ってないんですから、ちょっと友達に売ろうかなと思ってるんですけど、その友達はなんだろうね、アップル商品の専用のお店やってるんですから。まあ最近やっぱりNetflix で映画を見て、ミニマリストという映画、 Less is Now だったかな、タイトルが。それを見てからですね、なんか持ち物を減らそうとしてるんですよ、私は。なのでこのずっと使ってないマジックマウスも売ろうかなと思ってるんですけど、あと他のものも今売ろうとしてるんですけど。はい、着きました。あそこです。ちょっとこれ取って、あ、まだやってないんだ。うわー、よし、早かったね。次はベンツオーナークラブです。もう暇な時はあそこしか行くところがないですね。まあコミュニティとしてあそこはやっぱり私一番長いんですから、いろんなコミュニティ参加してやっぱり出てて、あそこだけはなんか今まで参加してるんですね。まあ行きましょう。はい、着きました。見えるかな、あれ、ベンツばっかりですね。降りましょう。ベンツばっかりですね。お、本当かな S600 って。レゴー。
ちょっとこれ見てみましょう。うわ、すごいね。うわー、いいね。ダメかな、私はこの車。合わない。良すぎます。今の車で十分です。SML、 これめっちゃ古いクラシックですね。あれでいい B。 さっきこのジープ ML320 テストしてたんですけど、楽しかったです。まあ暇な時いつもあそこ来て、でもちょうど今日は誰もいないから、あんまり面白くないね。まあとりあえずこんな感じかな、私のフリーランスの生活として。もし私が仕事のある時は逆に面白くないですから、動画にしてないですから。たまたま今日はまあ暇というか時間がありますから、動画にしてちょっと YouTube に出そうかなと思ってて、まあ皆さんにご参考になりますように、犬舎のフリーランサーの生活はこんな感じです。何もやることないんですけど、まあでも時間ですからね、うまく使わないともったいないですから。まあとりあえず今日の今回の動画はこれで以上で、ご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。よろしくお願いいたします。